ジャン君、ポンちゃん、ちょっとピントが合いにくいですが、暗がりで抱っこしあってまた寝てるようですね。今日は、午前中に黒犬パパが病院に行ってですね、花を作るのが遅くなっちゃいました。お昼を過ぎてから花をここに設置しましたが、さっきまでジャン君はここで寝てたんですけれども、今、机の下でポンちゃんと抱き合って寝てますので、花だけが寂しくここに置いてあります。また後でね、ここに集まったら、といってももう夕方です。5時半か。そろそろ片付ける時間ですね。今日はちょっと空振りでした。はい、夜遅くなってきたので花を片付けます。今日はあまり役に立っておりませんでした。この花ね、おうおう、引っかかっちゃった。よいしょ。さあ。毎日夕方にはこんな感じで。こういう状態ですね。そしてここにあるこの花はですね、今度はここに片手だからね。カメラ持っていいか。まあまあ終わる。はい、完了。これちょっと。このような感じになります。布団の上は猫だらけ。どうも面白いですね。こちらのジャン君はこの黄色い介護用のシーツ、ポンちゃんはブランケット、赤のブランケット、これがお気に入りになっています。そしてそろそろマオイママさん帰ってきました。二人とも布団の上に乗ってますよ。
ちょっとね、うん、そこの扉が開いててスースー寒かったから、うん、多分布団の上に乗っかったんだと。ワンちゃん。ワンちゃんお似合い。赤がめっちゃお似合い。はい、おやすみ。おやすみ。ジャンくんもそこ寝るの？いいね、ジャンくん。